私はいつも理不尽なしで何もするにも怖くてすぐ諦めちゃうんだ自信だって全然なくて人の背中ばかり見ていたそれでいいと思ってただけど振り返ったあなたが笑ってくれたこと何を話したのかは覚えていないけれど散らかる言葉は春の匂いがしたこれが恋なんだって初めて気づいたんだよ出会えたことが話せたことがこんなに嬉しくて確かめたいんだ溢れ出すこの思いをもっと近くで伝えられたらいいのにだけど今の私ではダメなんだダメですか？